長は健康そのものです。ご飯をあげたらすぐ食べてくれて、その後ジュールも食べ、完食し、トイレも今うんち、立派なうんちもしたし、おしっこもしました。本当にマイペースで、ジャン君がいるおかげで、ポンちゃんは新しいところに来ても結構大丈夫です。ちょっと車の中では泣いたけど、ポンちゃんはマイペースで順応しています。よかったです。で、体もまだちょっとエアコンがついてないので、また濡らして、なでなでしながら濡らし、あとひんやりで、なんていうの、ひんやりする、冷凍庫でひんやりさせたやつをちゃんくんとぽんちゃんの寝ているベッドの中に入れました。交換しました。よいしょ。はい、で、ちゃんくんもちゃんくんの方がちょっとだけね、ちょっと黒きなのかな。夜になるとね、降りてきてね、甘えるんだけどね、昼間とか朝はこんな風にずっとベッドで結構寝ていたりします。なのでやっぱり体を濡らしてあげて、さっき言った保冷剤を2個、全部で4個だけど2個ずつ、あ、3個か、1個に3個入れて巻いて、それを2つ置いてあります。で、ジュン君も手元にまで、あ、口元まで行くとチュール全部食べてくれました。よいしょ。あ、ありがとうね、ジュン君。これはおちゅちゅかな。はい、ジュン君行くね。ジュン君行くね。ジュン君、ジュン君、ジュン君もチュールだけじゃなくてご飯も食べて、カリカリも食べてね。ね、いいかね。夜中になったら、夜になったらさ、あんな降りてきてさ、なんか甘えてたじゃない。そう、あの、寝ちゃった。そう、フラ君がね、ここに来て横になってる間はなんかやっと来たって思ったみたいで、なんか泣いてたんだけど、私も寝なきゃいけないから、で、暗くしたらおとなしくなったので、あ、もう寝るんだ、しょうがないなって思ったらしくて、ね、ちょっと我慢してね。そうそう、クロケンパパ、今日は朝6時前からすごいね、350m 片道のところをコンテナまで5往復した。すごい、早起きしたな。6往復頑張りました。頑張ったね。もうさすがに暑いので、私は今ね、着替えの服を一生懸命探してもいます。ね、ジャン君、なんでジャン君たちはずっと着てられるからね。うん、着替えをちょっとしかバッグに詰めてこなかったため、これを探します。おいしょ。お姉ちゃんくん、もうちょっと待ってね。9月じゃないや、8月22日です。まだ、この部屋にエアコンが来ていません。ジャン君とポンちゃんは毛を湿らせることで涼をとっています。はい、ポンちゃん、はい、ただこの暑さでもこの二人はこうやって寄り添って寝ているんですよ。おそらく今日中にはですね、エアコンが入る予定になっています。
エアコンの業者の方がですね、体調を崩されてというのまで、本当に暑いです、今ね。もうちょっとだからね、我慢してね。はい。ようやく連絡が来てですね、今日夜8時頃、あと30分ぐらいですかに、この部屋のエアコンの設置が始まります。約2時間ぐらいかかるんじゃないかと思うんですよね、2階だし。ということは10時にこの部屋が涼しくなります。今までね、1日に俺も5回ぐらいやってるから10回ぐらい体をこう拭いて、もっとかね。私も来るたんびに拭いたり、洗濯剤みたいな。うん。そんな状態でですね、やっていました。そこで、この部屋の片付けは一切できておりません。20日の日に来て、今日22日の夜ですから、丸2日間 ?2 日か。この暑い中を、この2人も頑張ってくれました。はい。そして、まあ、インターネットに接続はできていないのは、まあ、仕方がないことですが、コンピューターですね。コンピューターを運び入れたものの、この人たちは大変熱を発しますので、もう致命傷になるかもしれないからね、コンピューターの電源もまだ入れていません。さあ、明日からはなんとか、この部屋のですね、こうやって見るとこの状態ですよ。ここに狭いところに雑魚寝のようにですね、寝ております。さあ、それではエアコンを待ちましょう。うん、現在23日の、午前1時ちょっと過ぎてます。エアコンがようやく稼働し始めました。涼しくなったので、ちょっと活動が活発になってきたね。この本当に猛暑のおかげで、多分その仕事量も増えているっていうのと、その暑い中、作業員の方々も、だいぶ体調を壊されているようですね。まあ社会問題に触れているような感じですが、うちとしては結構厳しいことになりました。でもなんとかこれで今日からですね、ちゃんくんとぽんちゃんの健康は維持できます。それプラスですね、昼間の時間帯に、エアコンが効いていない状態だとですね、部屋の片付けもままならないと、ちょっと動くともう完全に体力を奪われてしまうので、ということでしたが、明日から頑張ります。ちょっと、予定が2日ほど遅れてしまいましたが、部屋を片付けて、そして普段の生活に戻ろうと思います。ちゃんくんぽんちゃん元気が出たけど、もうね、おやすみ。よいしょ、寝るよ。お兄さんたち大変だね、これからね。じゃあね、おやすみ。